おはよう世界。とうとうこの日が来てしまいました。どうも、スビリミナズナです。まあ見ての通りなんだよね。今日いよいようどんそばなるものやってやろうということで、本当は茹でて食べるやつにしようと思ったんだけど、昨日俺忘れてて食べちゃったんで、冷凍で来ましたよ。うちのね、友達のですね、どこぞの、あかつきまいまいじゃない、今は新神か。新神ちゃんがですね、昔にうどんそばを作ったらしいんですけど、まあまずかったらしくて、とんでもない味がなんか気持ち悪い感じで出来上がってしまったらしいので、じゃあもうそれはね、もうぜひとも、そこは俺がやるしかないんじゃないかと。仇を打ってやろうと思います。どうしようかな。これね、レンチンでもいけるやつだから、出してレンチンして、お湯沸かして、つゆかければいいか。天才。待って、入りきらないぐらいこれ。お皿変えようか。こっちにしよう。これなら大丈夫でしょ。ほら、これなら いけそうじゃない。何分温めればいいんだろう、これ。10分ぐらい温めた方がいいのかな。つゆと、うどんつゆ、そばつゆあるけど、どうしよう。両方入れとく。一緒に温めちゃおうか。ね、一緒に温めちゃったら、あれだね、いちいち後でまたなんかやる必要ないもんね。あかねえな、この野郎。よし、できた。これを入れて、あとでそばつゆでしょ。で、あと入れ。はいはい、頭にキーホルダーが。これも、全然開かないんだけど、何これ。どこからでも切れますって、これもう嘘だよね。ほんと嫌い、こういうの。もうどうしよう、俺、今、ハサミないんだけど。いや、これは包丁で。包丁で切っちゃえ。OK。はい。ジューッと入れて。よし、OK、できた。で、何分だろう ?5 分、5分、10分くらい温めようかな。10分くらい温めようか。大丈夫かなこれ。うどんそばって大丈夫？本当に？いける？これ。これいける？本当に？本当に行くのこれ。なんかさ、シンプルにさ、1食分のやつを2つ、レンチンしたんだけどさ、多くね？あと暑いし。うわ。うわ。怖いな。なんかすごいんだけど。あれじゃん、古いお家の壁に伝って、ツタみたいな、ぶっといのと細いのが紛れてるみたいなね。だからこれ見て美味しそうって思う人いる？ちょっと見るこれ、ほら。まあいい、匂いはすごくいいんだけどさ。どうしよう、ちょっと血液だけ置いとこう。いや、ちょっと飲むか。大丈夫かな。味は大丈夫だと思うんだけど。でもしっかり食べるとこまでやれって言われたんで。じゃあ、いただこうか。でも美味しいと思うけどな。熱いな。うまぐね。